カタカムナウタヒト、カタカムナズ娼婦とは、根源的な神からその末裔である人間へと送られた根本の教えとなります。カタカムナによって得られる知恵は、天地が始まった最初の一滴のような重要なものであり、その本質となります。またこの知恵は、すべての存在の中心を滑る力を持っていると理解されるべきです。カタカムナの知恵が非常に重要であり、自然界や宇宙の働き、さらには人間の内面的な成長や発展にも関わる力を持っています。カタカムナの知恵を学び、理解し、実践することで、人間は自己の内面的な成長や潜在能力を開花させ、より良い文明を築くことができます。そしてこの教えを一人でも多くの世界の人々へ届けることが、人類の上昇の流れを作ります。ぜひこのメッセージを拡散してください。これは神から人類に送られた進化のウイルスとなります。カタカムナズ娼婦が岩にペトログラフとして描かれていない理由は、カタカムナウタヒの起源とその意味に関係しています。カタカムナウタヒは、最初の神である実月天神が発した声で、その時代には文字や図娼婦が存在していませんでした。その後、スメラミコトという存在がカタカムナズ娼婦を制作し、言霊50音10行を組みました。この図娼婦と歌姫は表裏一体であり、無限の英知を抽出することができます。カタカムナズ娼婦はアカシックレコードやアークとも呼ばれ、すべての人類の英知の根底にある真如の真理が存在します。しかし、カタカムナズ娼婦と言霊による構造の説明を理解するためには、カタカムナを読み解かなければなりません。またカタカムナ歌姫がどのような現象を引き起こすのかも、カタカムナズ娼婦の英知の中にあります。カタカムナズ娼婦には宇宙の知恵の井戸とつながっており、すべての感情を込めたアーという言葉で表されます。サルタヒコやスメラミコトは人類のサニワとして存在し、すべての人間の知と魂から明らかに見分けて観察しています。現在の人類のサニワは、カタカムナズ娼婦を読み解くことでその仕組みを伝え、そのために働いています。濁った人類は神になり変わろうと試みますが、結局は末端の存在であり、根絶されることが決まっています。神は遠くなく、今も方なき神はここに存在しています。